どうも、セイです。今週もよろしくね。バックで流れてると思うけど、今週は、Mac で迷いに迷って決めたメディアプレイヤー、オーラルプレイヤーを紹介するよ。このプレイヤーは、プラグインによりリアルタイムに音を変化させたり、グラフィカルに表示したりできる高機能なプレイヤーです。が、そんなことより非常に真っ暗しからぬところが気に入りました。Mac を使い始めて、2年経っても慣れないこと。それが、演奏履歴が、どんどん溜まっていくこと。演奏ファイルをクリックしても、前の曲が残っていて、最悪、それが演奏されることも。これは、Mac がセーブしなくてもデータがなくならないように、自動でセーブするのが、Mac のシステムの仕様だからです。だから、Mac で、データ落としたことは、この2年で一度もないんだけど、音楽演奏だけは、この仕様が厄介です。毎回聴いた曲が、リスト表示されて、それがどんどん増えていく。すごく、気になるんだよね。Mac の定番プレイヤーは、すべて、その仕様だから、使い勝手が悪くてね。そんな時に、オーラルプレイヤー、に出会いました。これは、もともと、Winamp風のデザインと機能を取り入れたとの触れ込み、ですが、ただ単に真似してるではなく、それを、Mac にうまく落とし込んでいるよう思います。Mac は音楽系の仕様も統一されているので、普段使ってるプラグインも使えたり、いろんなファイル形式演奏も、別途プラグイン入れたりすることなく演奏可能だし、とにかく、シンプルなのがいいですよね。Mac に、ポンと置いてある音楽ファイルを手軽に演奏できます。それに、iTunes などに比べると軽いのもいいですよね。では、次に気になる点を見ていきます。見た目がシンプルすぎて、味気ない。ジャケットとか内蔵してるのは、表示されてまだいいけど、そんなところかな。あ、配布形式がストアではないのも気になりますね。概要欄に公式の配布アドレスを貼っておきますので、気になった方はご覧ください。動作環境は、インテル、M1 ネイティブで対応しています。ユニバーサルアプリなので、どちらでも動くのはいいですよね。市販のアプリでも M1 ネイティブ対応は、まだまだ少ないので貴重です。機能も高く、使えるのが多いのですが、かゆいところに手が届かないというか、そんな、隙間を埋めるのが、フリーソフトだと思うんだけど、なかなか、Mac は少なくて、いけませんね。本格的なのまでは、いらない。値段も高くなってくるしね。どうでしたか？もしメディアプレイヤーに不満があるとしたら、試してみる価値はあると思います。今日のチップス、第3回でした。また見てね。じゃあ、また来週ねー。